お前見えとるんか。なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日あの空の一壺で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。道島組のヤクザたちが兄を、あんなたちのせいで。まさか復讐なんて考えなや。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命やない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せ、俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは空の一粒を狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅんか。お金なら払える。10億で足りる。もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てよ。ほっといて。もう一人で平気だから。マコト、ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。段差気ぃつけや。二つくれや。はいよ。早押してや。はいはい。
優しいんだね。うるさい。いい人じゃないね。グダグダ言うとらんとさっさと焼け。いい人です。私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか。親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった、渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、空の一坪の件で俺に話があるって。土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か。お金はいくらでも結構です。ただしこれまで殻の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで、あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください。堂島組長、それが殻の一つをお譲りする条件です。なんやこれは。何しとるんやお前。
ら全員地獄に送ったぜ。ぶっ殺したぜ。おい、マコト、聞こえるか？しっかりせえ。おい、俺がわからんのか？返事せえや、マコト。ごめんなさい。マコト、私だけじゃね、何もできなかった。また、あなたに迷惑。もう喋らんで。お願い、聞いて。あなたの手下の首を三つ、私の前に並べてください、堂島組長。それが、殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で、土地を買えと？俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければ、それはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うにだ、あの殻の一坪って土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一坪は周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことは、お役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして、再開発計画を進めることもできる。え？だが、再開発が進んだ後になって、あの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば、土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ、役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたが、ようやくその裏が取れた。女子供だろうが、ヤクザをなめちゃいけねえな。私は本当にバカで、世間知らずだから、殻の一坪があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。分かった、もうええ。やるしかなかったの。クソ、誰かこの子を。真島、セロ、何があった？疑
すぐに運べ。この人を死なせるな。どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。誠、おい聞こえるか。死んな、死ぬんやない。望みは俺が叶えとるから。せ